内弟子の頃にフラント・フィッシャーっていう人が日本の柔道家で、日本に稽古に来てる柔道家でドイツ人、それで私が内弟子の時にやはり柔道をやりながら合気道も稽古に来てたフラント・フィッシャーっていうのがいまして、で彼が国へ帰った後、ドイツへ帰った後に、彼の仲間、合気道やってる仲間に、君らがやってる合気道じゃなく天道館に東京に行くと清水っていう先生がいて、その先生に連絡取って教わったらどうだと。で来た人がぜひ今度ドイツに、その人の名前がホルカー・スタンゼルという人で、その人は晩年日本の駐日ドイツ大使になった人で、その人が若い頃に私をそのフラント・フィッシャーに教わって呼びに来た、それが始まりですね。その時に向こうでやっぱり合気道を長年やってた人が、この人がね、ギャバーさんっていう人だったんですね。彼がまあドイツに呼ばれて行った時に、彼がまあいろんなところに指導に連れて行ってくれて、それで天道流っていうのを紹介してくれたんですね。それが始まりでしたね。まあ、言葉もそうだし、まあその文化の違いというか、カスタムの違いというか、まあ武道は格闘技と向こうの人は思ってるし、合気道は試合をやらないと言っても、まあ本当にこういう技が効くのかなということで、随分逆らわれるというよりも試されたみたいなところもありましたけど、まあ正直壊した人も何人もいて、今申し訳ないと思ってますね。でもそれが帰って向こうの人は、ああ合気道は効くんだなっていうことで、まあ喜ばれたのかもしれませんね。やっぱり人間関係で、人間はこうでなきゃいかんなというようなこと、それは、まあ、無理がないですよね。ヨーロッパの人っていうのは自然、まあまあ人に、もちろん人によるとは思うんだけど、稽古ではお互い真剣な気持ちでやりましたけども、まあ稽古離れての付き合いっていうのはとても親切だった。かなりその日本との文化が違う。その例えば大勢が座ってるところに自分が一人で座ってお茶コーヒーを飲んだりしてると、そこの横に人が座っていいかと、知らない人がニコッと笑って空いてるかっていうような聞かれ、こちらも空いてますよって言うと本当にこうニコッとして座って、で日本人じゃ、ヨーロッパ人の顔してないからどちらからお見えになったのかとか、そういうとても親しくね、歓迎してくれるような言葉がよくあちこちで聞きましたね。そういうところはやはり人慣れしてるというか、親切というかね、そういうものがかなり日本とは違うなと、まあ、勉強したというか味わったというか、向こうの文化も日本の文化もいいんだけども違うなと思った。それから食べ物もね、ないね。もう全てこちらに迷惑かけないようにやってくれるし、道場に来れば一生懸命稽古するし、それは僕はね感心してます。
まあ、日本の人も同じだけど、やっぱり日本は我々がいつもまあまあ海外に出る以外ここにいるから、まあそれは何て言うかね、あの慣れちゃうというかね、稽古そのものがやはり、まあ、熱心な人もいるけど、もう少し来てもっと早く上達してほしいなということも、まあ、こちらの欲張りだけども、その点海外の人は熱心に、うん、まあ、指導する回数が少ないということもあるだろうけど、その僕の得手勝手さというか、そういうものを感じる、ね。